えいっつん。はいはい、よりやすさん。あの、東京で俺を採用してくれた CG 制作会社の専務やった M さんの話やねんけどな。はい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 。俺、工事現場の作業員から、うん、いきなり上京して独学でクリエイティブの世界に飛び込んだからさ。はいはい。だから実績も知り合いもおらんから、 仕事も受注できやんで、結構苦しんでた時期があってんやん。で、そんな中で、M さんが知り合いの飲み屋のお姉ちゃんから、うん、似顔絵の仕事を取ってきてくれて、うん、それがお姉ちゃんのお店で好評やって、うん、1>, 1回の似顔絵制作で、6、7万の売り上げを上げることができてんな。え、うん、6、何人書いたんですか えっと、書いたのは10人ぐらい書いてんけど。あれですね。あの、東京での初めての仕事みたいな感じですかそう,そうそうそう。ほんで、M さんがさ、うん、これを機にいろんな仕事に挑戦していこうなって言ってくださって、うん。で、M さんが、せっかくだから、そのお姉ちゃんのお店にお礼も踏まえて飲みに行こう。怒るからさ、って言って、お店に連れて行ってくれたんよ。ほう、まあ次にもね、また繋がるしね、こういうのね。そう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 。 やっぱ、その、この業界で一歩前進できたことと、うん、こんな俺のために動いてくれて、うん、一緒に喜んでくれたことに感謝して、うん、もう喜んでついていってんな。うんうん、そしたら、六本木の、もう入り口から高級そうでさ、入ったら靴が沈むようなふわふわなカーペットで、うん、いや、これ絶対高いお店やんって思ってんけど、 飲み屋っていうのは、そっちね、居酒屋の店だと思ってた。クラブね、要は。そうそう、クラブの方。せやねんけど、M さんがさ、さーっと入っていって、うん、ほんで、お姉ちゃんも仲いい感じで、うん、俺も似顔絵の人って紹介されて、キャーキャー言ってもらって、うん、やっぱこっちの業界の人ってすげーなーって、もう、M さんリスペクトしまくりやん、そんなん。ほんで、 二時間ぐらい飲んで喋って、M さんが、うん、今日は俺出すからいいよって。かっこいい。うん、かっこいいやろ、うん、ほんで M さんが手でバッテンしたら、うん、ボーイのお兄さんが伝票を持ってきてんな。うんうん、そしたら M さんがさらっと伝票を取り上げて、うん、笑顔で財布出しながら伝票を流し目してから、二、うん、度見してんや。 うん,うん、うん、で、もともとまあ顔白いねんけど、うん、さらに顔が青白くなってん。ほん <laughs> で、どうしたんですかって聞いたら、うん、俺に伝票を見せてくれてんけど、うん、請求額が、12万。えどんだけ飲んだのほんで、M さんが、俺に真剣な眼差しで言った言葉が、 割り勘でもいい <laughs> <laughs> 割り勘って。東京出たてなのにみたいな。<laughs> 割り勘でも6万 <laughs> 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 まとめると、笑顔絵描いて6万支払った。<laughs> <laughs> いやー、さすが六本木。は <laughs> <laughs> というわけでもしよろしければ評価チャンネル登録もよろしくお願いしますその他ヒゲのヨリヤスハゲの H の SNS 等もやっておりますので概要欄からフォローをお願いします最後までご視聴ありがとうございました